メルパルクは日本郵政が土地、施設を保有し、運営はメルパルク株式会社へ委託されているホテル等の総称である。もともとは郵便貯金会館の名称で国営事業であった郵便貯金に関連した施設として建設されたものである。郵政民営化を機にメルパルクが正式名称となり2008年9月末まで 財団法人誘貯財団が運営を行っていた。この項目では、同じ趣旨で建設された、郵便貯金地域文化活動支援施設及び、郵便貯金総合保養施設についても記す。宿泊施設、会議室、宴会場、結婚式場、レストランなどを併設した複合施設となっており、いわゆるシティホテルと同等の設備を備える。コンサートなどに使用される。 多目的ホールを併設している施設もある。旧郵便貯金法第4条に基づき設置された郵便貯金の普及、宣伝活動を行うことを目的とした福利厚生施設で日本郵政公社が設置し、関連団体の財団法人郵便貯金振興会が運営していた。郵便貯金利用者の福利厚生増進が目的の宿とされた一方で、官保の宿や その他の館長の公共の宿などと同様に旧郵政省貯金局幹部の天下り先確保の目的もあったことは旧郵政省時代の人事から明らかであった。郵政民営化に際しては根拠法令の廃止に伴い、郵貯銀行ではなく日本郵政株式会社が運営する民営ホテルとなった。官保の宿と同様に旅館業法に基づいて、 都道府県知事の許可を受けた上で運営していた。メルパルクは、郵政民営化以前は愛称であり、正式には郵便貯金会館が正式名称であったが、民営化時にメルパルクが正式名称になった。同時に、京都に一箇所だけ残っていた郵便貯金地域文化活動支援施設もメルパルク京都となった。全国15都市に設置されていたが、 郵政民営化を控えた2007年3月末に、5施設と1ホールが閉鎖となった。その後名称変更したメルパルク京都が加わり、現在、メルパルクを名乗る施設は11都市にある。民営化後5年をめどに、施設の廃止、売却を検討することになっていたが、日本郵政は2008年9月末に満了となる、郵貯財団への運営委託契約を更新しない、 ことを通告、新たな運営者を探していたところ、2008年7月23日に目黒、雅叙園などを傘下に持ち、ブライダル事業等を運営する。渡部ウェディングとの間で事業譲渡契約を締結。10月1日をもって施設運営権が渡部ウェディング100%出資のメルパルクに譲渡され、従業員もメルパルクに移籍となった。事業譲渡後は親会社の強みを生かした。 結婚式事業に力を入れている。また目的ホールを併設している施設。メルパルク東京メルパルク名古屋メルパルク広島広島郵便貯金ホール級郵便貯金会館と同じ目的で設置された地域活動支援施設。国営時代の通常郵便貯金の新総合通帳の愛称にちなみパルルプラザの愛称があった。 郵便貯金会館と異なり宿泊施設はなく、多目的ホールやスタジオ、映画館、会議室、レストランなど、地域の文化交流の促進を支援する目的で設置されていた。このため各設備の使用料金はかなり格安に設定されていた。全国に下記の6施設が設置されたが、郵政民営化を前にして2006年度中に京都以外の5施設が、 営業終了となった。施設は地元自治体などに売却された。2007年10月の郵政民営化後は根拠法令の廃止に伴い、その所有と運営は日本郵政に引き継がれると同時に、旧郵便貯金会館とともにメルパルクの名称で統一されることとなり、唯一残っていたパルルプラザ京都はメルパルク京都に改称された。これは、 通常郵便貯金の新総合通帳の国営時代までの愛称、パルルが民営化に伴い使われなくなったためである。ただし、メルパルク京都には現在も宿泊施設が設けられていない。旧郵便貯金会館と同じ目的で国立公園内に設置された宿泊施設、温泉、プールなどを備えた複合型保養施設。以下の2カ所があったが、 いずれも2007年3月31日をもって営業終了した。ありがとうございます。